ハイキングをすること、見ること、そして初めてその良さが分かって、お互いが、なんだか自分のできる範囲内で、ただ走るだけじゃなくて、ボランティアでもよし、あるいは、援助を応援するのもよし、自分が今できることを、ね、自主的にやるという環境を作るのが一番大事じゃないかなと思います。ぜひぜひ、走ることを通して、台湾と沖縄が、ますます友好の若い人だと私は記念いたします。ありがとうございます。谢谢各位。谢谢。